主任の村井健太郎です。研究員のマコリーヌです。今週の話題に行く前に、この前の、梅津和夫特集に、感想のメールをいただきました、ラジオネームなおさんです。毎週楽しく拝聴しています。番組で猫目小僧の話題が出ましたが、私も子供の頃に見ていた一人です。話の内容はほとんど覚えていないのですが、今でも印象に残っているのはアリ地獄が出てきた回です、当時猫目小僧とアリ地獄という未知のものの組み合わせで子供心の強烈な印象でした。村井主任発信の猫目小僧、テンション上がりました、ただ大人になってもずっと記憶の片隅にあるのは梅津先生のなせる技なんでしょうかね、ご冥福をお祈りしますと、いただいてました。ありがとうございます。猫目小僧反応していただいて嬉しいですね、今週もいろいろね、お話していきます、X でも、漫画研究室ハッシュタグでつぶやいてください、ハッシュタグ漫画カタカナ研究室漢字です、今週はエグチインアジアということで、現在アジア美術館で行われています、福岡ですね、この展示について、主任が行ってきました。行ってきました。初日に初日の朝、僕は熊本から新幹線で会場の博多まで行ったんですけど、その行き来の新幹線でツイッター見てて、X を見てると、江口さんがリツイートされてて、会場の前に列ができていて、うわこんななんか列できててどうしようと思って、もう江口先生のエゴさすごいですよね、そうですね。だから会場前から人が並んで、いたみたいです。すごい、みんな楽しみにしてたわけですね、そうですね。僕は会場の時間よりも少し遅れて、行ったんですけども、それでもすごくたくさんの人がもういらっしゃっていて、で、今回江口インアジア江口久志展ということで、昨年世田谷文学館や、それから、何年も、会場を変えて行われた彼女展、などなどとはまた違って、江口久志、さんの、イラストレーション、それから、漫画家時代の原稿もありますし、何より最新作、ギブソンとのコラボレーションの、イラストレーションなども見れる。あれずるい。あの辺もね、グッズもありますので、グッズも楽しいんですけど、とにかくで江口さんの今回の展示はですね、アジア美術館で、行われていますが、現在まで先ほど言った彼女展で、ライブドローイングを最近会場で行われています。でそのライブドローイングで描かれた作品も今回福岡の方に持ち込まれていて、今までのライブドローイングの作品が見ることができます。かなりね大きいですからね、ライブドローイング大きいです ね、多分50号かな、 S50 ぐらいかなという思ってますけど、 S100 かな、どっちかな、かなり大きいサイズです。で初日はライブドローイングも行われて、福岡アジア美術館 でそれもその様子もちょっと見ながら、主任も見てきたんですね、観客とか、ギャラリーの人とちょっと会話をしながら描かれていくんですけども、すごいな、あんだけ見られて絵が描けるっていうね、素晴らしいですけど、ライブドローイングって下書きとかってどうなんですか？一応ね、軽く下書きがしてあります、でその下書きを、なぞるというか、それを上に書かれていくんですけども、あれマジックというか、ゼブラのマッキーで、ですよね、マッキー一本で書かれていくんですけど、それもすごいなと思いますけどね。すごいな。私は一番最近だと世田谷文学館で行われた展示を見てきたんですが、あの時はわりかし漫画原稿が多かったなっていう、漫画原稿中心にの展示でした、あと会場で流れてる音楽がすごく良かったっていうのが、そうですね、江口さんが作られているプレイリスト、そうか。では世田谷文学館ともまた違った雰囲気ですよね。そうですね。で、原画ももちろん展示をしてあるんですけども、デジタルで制作されている最近の作品は出力をされているんですけども、かなり大きいサイズに
出力をされてあるので、あの迫力がありますね。で近くによってちょっと見たら出力してある、まあ、紙というか、まあ、布キャンバス地にプリントしてあるんですよね、はい。でまあ、いわゆる少しおあの立体感のある、まあ、パネルにこう貼ってあるんですけども、うん、まあ、それも質感がすごくよくって、はあ、あのまあ、デジタルで制作されたものってどう出力するかっていうのでかなり印象が変わってくるんですけども、はい、うん、あ最近の作品はこうやってキャンバス地に出すようにしてるんだなとかって思いながら、はい、展示見てましたけど、あの大竹栄一さんの、うん、レコードジャケットをこう持ってる女の子が、うん、背中のやつありますよね、はい、ありますね。あれもあれもあれもだったかな、あれもかな、あれもちょっと、あれ結構あれも大きいサイズで見れてよかったな。あ、そうか。と江口さんがその、まあ、もちろん昔からあの音楽お好きなので、うん、いろんな音楽に影響されてとか、自分が影響されたその本だったりとか、はい、まあ、作家の人たちだったりとかっていうのが少し展示してあるところがあるんですけども、まああの昔の、まあナイアガラのような音楽、あの辺の音楽にすごく影響を受けているという、はい、その様子とかもちょっと分かる、はい、展示になってます。とにかくあのやっぱり江口さんもここ何年かずっと毎年展示をされているので、はい、そうですよね。やっぱね、展示のされ方もアップデートされていて、今回とてもあの見やすいですね、まあ、今までもとても面白かったんですけど、世田谷って結構ギュッとあでした、うん、あの濃密な感じ で、ね、こうもうとにかく原画がびっちり貼ってあるっていう感じだったんですけど、うん、今回はもっとイラストレーションと原画と、あとライブスケッチで描かれた絵も、展示されていたりとか。じゃあ結構空間がうまく使われているような感じですかね。そうですね、はい、とっても良かったですね。なので僕はあと 2回か3回ぐらいは行くかなと思ってます。早く行きたい、はい、行きたい で早速行ってきたよっていう方からもメッセージが番組に届いてまして、はい、西直哉さんからいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます、村井主任、まあ、コリンズさん、住んだ秋空のもとこんばんは。こんばんは。あわ、江口久志展を見終わった直後の福岡アジア美術館でこのメールを書いています。ほやほやで書いてくださったんだ。はい、入り口に掲示してある、主催者挨拶に江口氏の作品は時代の流行と変遷を記憶する、現代の浮世絵と呼べる作品とありましたと、うんうん、すすめパイレーツの頃から扉絵にはストーリーと関係のない女の子のイラストですでに現在の予兆が見受けられます、はい、うん、その時々の時代の空気感を切り取ったイラスト群は圧巻です。イラストの女の子がはっきりとこちらを見据えている絵のはずなのにドキドキしてしまいました、うん、いろんな場所に息づいている女性たちは実在するのではと思わせるほどリアルです、うん、あの江口先生のイラストが使われている A 面で恋をしての MV が流れる中、懐かしさと現在が交差する、不思議な感覚に浸りました。万人が楽しめる展示会だと思いますということでいただいています。お、そのお話の中にあったミュージックビデオっていうのは実際流れてるんですか？あ、そうですね、実際あの制作されたもので、それがあの入り口入ってすぐの大きいモニターで流れているので、うん、うん、それも可愛いですよ、すごく。そかで、これ浮世絵って言われてますけども、はい、まあ、確かにその、テイストというかいうのはあって、で江口さんもご本人も少し意識をされているところがあるかもしれないですけども、その影響された本だったりのところに、まあ、あのアルジュが書いたタンタンの本とかもあるんですけど、はい、そこに広重の、画集もあって、で広重お好きなんですよね。そうなんですね、うん、あの色の感じとかがちょっとあ分かるかな、なんとなく、いや、うん、なんか分かる気がします、うんうん、広重の世界観みたいなの江口さんお好きなので、うんうんうん、その辺のやっぱり影響というか、まあ、ベースにはあるのかなという気はしてますけどね。はい、はい、わ、西直哉さんありがとうございます。ありがとうございます。もう行ってきてほやほやの感想メールっていうのが、うん、会場からメールっていうのが、ね、ありがとうございます。すごいなと思います、はい、まあ、でも江口さん何がすごいって、このラジオでも何度か僕言ってますけど、はい、アップデートされてるってところが最もすごいところで、あとお元気ですよね本当元気ですよ。元気だなと思って、本当に
こう X とか見てると、うん、それ本当に思うんですよ、はい、パワフルっていう。今回初日あのご本人 の, あのお姿も、はい、見ましたけども、元気だなと思いました。だいぶドローイングも元気に描かれていましたしね、本当にびっくりしますよ。みんな、私すごくその SNS とかでも、はい、その行ってきた方々が書いてる感想に時折こう返事されてるじゃないですか、うんうんうん、リプライちゃんとされますもんね。そう、それもすごいなと思って、うん、びっくりしますよね。インスタのストーリーも全部ちゃんと、はい、されてますよ。すごいと思って、すごいチェックされてます、その敏感度合いが。そうですね、ただやっぱりそういう意見、まあ、それで元気をもらえるっていうところもあるでしょうし、やっぱり、うん、なんだろう、それギャラリーというかその見てもらえる人たちのところをちょっとこう反応も気にしながらっていうところもあると思いますね、うん、まあ、それでなんか何かを大きく変えるということは江口さんないと思うんですけども、うんうん、やっぱりそれがなんつうかこう漫画家時代、ご本人漫画家だっておっしゃってますから、はい、うん、もちろん漫画家なんですけども、やっぱりその反応、読者の反応みたいなのと同じような感じで受け取ってるのかなと思います、うん、それが今はね、そういう SNS でリアルタイムにこう、うん、はい、見ることができるので、なおさらなんでしょうね。そうですね、若い人からの感想もすごく多いので、すごいなと思って、あ、会場カップル率すごい高かったです。あ、そうなんだ、はい、いや確かに彼女を連れていくにはすごく江口さんの展示って、うん、そうですね、なんつったってデートに使える、うわ、展示です。だってこの、はい、その描かれてる女の子たちもすごくファッションにしても、うん、髪型とかも、ね、うん、やっぱりおしゃれ。そうなんですよ、江口さんって僕お会いして、ね、ちょっとお話しすることもあるんですけども、うん、昔の話ってほとんどされないですよね。はい、なので、まあ、聞けば昔の話話してくれますけども、うん、ほとんど今何が好きかとか、はい、今あれがかっこいいとか、この音楽聴いてたらいいよねとかっていうような今の話がほとんどの方なんで、やっぱそこがやっぱりすごい、はい、絵に反映されてると思います、うん、ではここで一曲、先ほど話にも出てきましたけれども、うん、ナイアガラトライアングルボリューム2からこの曲お届けしたいと思います。 A 面で恋をして、大滝メロディーいいですね。ナイアガラトライアングルボリューム2から A 面で恋をしてお届けしました。主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今週はエグチインアジア江口久志店についてお話ししています。江口さんにメールもいただいているのでちょっと紹介をしていきたいと思います、はい。京都のアヒルパパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。江口久志さんといえば、私が小学生の頃好きだったのが野球漫画すすめパイレーツ、ほう、うん、週刊少年ジャンプ連載、で、ギャグやパロディが満載で夢中になりました、うん、ちなみに作中に出てくる可愛子ぶりっ子という言葉からぶりっ子という流行語が生まれた。そうでしたね、うん、そうなんですよね、ぶりっ子。それ以外にもいくつか江口さんは言葉があって、爆睡ってね、あ、みんなよぐっすり寝ちゃう、うん、よく使うのが、はい、江口さんの漫画の中で出てきたやつですね、うん、あと1986年のミスタードーナツのキャンペーンで江口先生のパパリンコ物語のリンコちゃんのグラスがおしゃれなイラスト、可愛かったですね。ありました、うん、はい、覚えてる。ちょっとコレクターズアイテムになってるんですよね、これは今ちょっとね、うんうん、探してる人結構多いかなと思います。と続いて正文さん、はい、ありがとうございます。熊本を代表する漫画家江口久志さん、すぐに頭に浮かぶのは美少女のイラストですね、うん、身近で目にするのは熊本の観光案内所などに置いてある水俣市のチラシやパンフレット、このイラストも今回展示してあります。そうですね、うん、マンホールとかもありましたもんね、はい、水俣凛としてとても可愛い、ずっと色褪せない多数の美少女イラストはいつでも心を奪われます。昔放送されていたバラエティ番組元気が出るテレビのオープニングのアニメーションに江口久志先生のキャラクターが使用されていたことを思い出しました。たけしのね、うん、ありました、オープニングありましたよね、はい、うん、江口久志で早く足を運びたいですといただいてました。ありがとうございます。わあ、懐かしいな、元気、うん、
元気の、まあ、いろんなイラストレーターの人、南京さんってあのイラストレーターの人のやつが確か最初だったと思うんですけれども、はい、うん、それからあのいろんな人たちがあのイラスト担当してて、オープニングのアニメーションね、ねえいいですね、懐かしい、うん、もう江口さんの今回の展示はそういう懐かしいパイレーツからですね、はい、現在 の, あのさっきオープニングでも話しましたギブソンとのコラボレーション、うん、ちょっと跳ねましたけどね、ね、あのもう X で、すごかった反応が、うん、そう出た時に僕もあのフライング V を持ってるあの女の子のアクスタを買いました。あれ欲しいですよねめっちゃかっこいいですよね、うん、やっぱちょっと煽ってるというかその下からの角度の絵とかを江口さん描かれるのすごい上手だって、うん、そう、あの前もあの赤いテレキャスの女の子とかありましたけど、うんうん、もう本当あれはずるいなって思います見るたびご本人がねギター弾かれるからそうですよ、ね、ギターのディティールとかがすごく、うん、あのこだわって描かれるので、はい、かっこいいですよね。なのでぜひ1月の12日まで開催されていて、11月の23日はライブスケッチ、24日には、サイン会なども、まあ、多分もう、締め切られているものだとは思いますけれども開催されます、はい、この放送を録音している段階でも、うん、はい、ちょうど放送がその週末なのでね、これそうですね、はい、などありまして、12月にはトークショーも予定されていますので、ぜひ江口久志店、九州の方は行きやすいので ね、江口先生がいらっしゃる日に行けたらいいなとか私も企てているんですが、うん、行けるかな、行きたいなあのライブスケッチとかね、ご本人があの X で言われてましたけど、ぜひ見に来てくださいというふうに言われてましたから、はい、うん、あの書いてらっしゃるところがまたすごいんですよね。私も何度か見たことはありますけど、うん、やっぱね、うん、もうなんだろう、下書きなしで書くってやっぱちょっと怖いんですよ、うん、なんでそれはすごくご本人はもしかしたらトレーニングというかの、いやすごい数ね書いてらっしゃると思うけど、すごいなと思います。はい、で今回漫画の展示についてということで、はい、あの X 見てましたら、トンさんがあの島根で行われている安彦さんの展示を見たいって書いてらっしゃって、はいはい、描く人ですね、遠いなっていうこれ、島根、立石の美術館かな、あの島根県の美術館で、はい、12月の2日まで、行われています。安彦義和で、これ僕もね、うん、一番見たいって書いてらっしゃいました。うん、僕も見たいです。なんとかしていきたいなと思ってます。うん、で、漫画の展示、まあ、それこそたくさんもう現在では行われるようになってるんですけども、これからあるので言うと、やっぱ四郎正宗展が、かなり世田谷文学館でやるんだというちょっと驚きがありました。世田谷文学館すごいな。うん、来年の4月からなんですけども、先日発表になりましたね。これを貴重な多分原画が、はい、今回見れることになると思いますので、これはあのぜひ行きたいなと思っています。世田谷文学館ってスタッフの方もすごく雰囲気よくて、うん、あの駅を降りてから、ええ、あの世田谷文学館に行くまでの道のりとかもすごく良かったのを覚えてますね。東京にこんな緑がある住宅街があるんだという感じですよね、うん、で世田谷文学館 の学芸員の方々がとてもなんか良い感じですよね、うん、で現在は森かおると入江亜紀展というのが、世田谷文学館では開催中で、これが来年の2月24日まで開催中です、はい、これも見たいなっていう、この原画素晴らしいだろうなと思っています。いやでも本当漫画の展示が増えましたよね、はい、増えましたね。ここ今でもすぐ、もうじき始まるものが、九州漫画北九州漫画ミュージアムの企画室で久井良子さんの男女飯、はいはい、迷宮探索展というのも、もうじき始まります。この辺も近いので、うん、九州の方は見に行けやすい展示になってますので、漫画の展示、あの原画、はい、まあ、原画じゃなくてもその、まあ、プリントされたもの、デジタル原稿プリントされたものでもかなり大きいサイズで見れるっていうのが、まあ、原画展とかこういう展示の面白みの一つなんで、はい、うん、ぜひぜひ皆さん行かれてみてはいかがでしょうか。今後もこう増えていきそうですね、はい、
多分漫画の展示って最初はどうやったらいいかって多分、はい、美術館とか、展示する作家側も、手探りで始まったと思うんですよね。漫画原稿ってそもそも人に見せるために作られてるものじゃないですからね。確かに、はい、でそれをじゃあどうするかって、漫画ってめくるものなんで原画を並べていっても読みづらいんですよね。読むとなると読みづらいとか、そういうところもある。だけど読者側としてはその、あ、こういうふうに書かれてるんだとか、その原画を拡大された時の、迫力であったりとか、そういう使っている道具なんかも一緒に展示をされることが多かったりとか、そういうこともあったりとかするので、そのこれからどん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 、アップデート、展示の仕方もアップデートされていくんだとは思いますけども、気になるものがありましたら、これ見てきたよなんていうのもあったら、そうですね、ぜひぜひ X でもポストしていただけると嬉しいです。そしてこの放送は番組が終わった後も繰り返しポッドキャストで楽しむことができます。ラジコのポッドキャスト、 Spotify、Amazon ですね、Apple Music などで、ぜひぜひ聞いてください。というわけで番組を最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージや取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画アットマーク rkk.jp までお寄せください。番組の X もあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でもつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。